皆さん、こんばんはでて。電話のみでくる部イキングテです。カツダ文史さん MC の、えー、新婚さん、いらっしゃい !1971 年1月放送開始から半世紀に向かって、落語家のカツダ文史師匠が3月をもって放送を優待すると発表しました。78歳で若いカップルの話を聞くのが無理がある。最近はいつかはもうこける回数を 控えていたし、この辺が潮時かなと思ったそうです。あの、なんだろう。こけるか、やつですね。おいやいやってこういうこけるのが名物で本当に大変ですね。はい。えぇ、ー。継続はするけども、今後公認については未定です。はい。予選会を経て選ばれた進行さん2組を選んで、迎え、軽妙なトークを繰り広げる番組です。最後、いらっしゃいドボウル。本当に発言すごいですね。はい。 なんと世界新記録、ギネス記録達成したというんです。これまで5000組の夫婦が主張し、放送は2500回以上、私の公式チャンネルよりは少ないですが、はい。まあ、当たり前の話ですがね。講義については未定ですが、上田信也さんか、えー、あとは吉本、えー、誰かいいですね、武士。下振り明星は無理かな、はい。誰でもいいです。谷原章介さんでもいいと思います。はい。以上です。バイバイ。